ありがとうございます。お願いします。お待たせしました。前から失礼します。ごちそうさま。ありがとうございました。綺麗な人。あんな人がまさか。もう終電じゃん。帰るか。帰ろ。ごちそうさまでーす。ありがとうございました。いつもどうも。いいわよ。あと、私一人で大丈夫だから。そうですか。うん、はい。じゃあ、すみません。先に失礼します。はい。お疲れ様。明日もよろしくね。はい。お客様、そろそろ閉店の時間なんですが。斎藤、浅井さんの、あ、そこを見たんです。あっちの方のことね。じゃあちょっと待ってて。じゃあ行きましょうか。え、うん、私じゃあご不満かしら。いえ、そんな。サイトと同じというか、むしろすごくお綺麗で。そう、嬉しいわ。行きましょう。鍵も閉めたし。お支払いは。そんなの後よ。ほら、行きましょう。ゆきさん、いける口なんでしょ。ほどほどですよ。そうなの。じゃあ、さやさんもよろしければ。ありがとう。乾杯ね。いただきます。でも、時代も変わったものね。以前は誰それの紹介だったんだけど、ネットね、便利な世の中になったわ。そうかもしれません。久江さん、綺麗だから。え？ファンも多いと思うんです。あら、そう？嬉しいわ。でも、こんな大きなお店があるのに、どうして買収なんか。そう思う？だってなんかスリルあるじゃない。それだけですか。そうなの。さあさあ、私のことはいいから、ほら召し上がって。いただきます。今度はゆきさんのこと聞きたいな。浮気ね。
そうなんですよ。なんか急にしらけてきちゃって、自分はこんなに性欲を抑えて旦那に尽くしてるっていうのに、最近では飯、風呂、寝るぐらいの会話しかしないんですよ。ねえ、もう今さら他の男の人になんていけないし、実は私バイって言ってるんですけど、本当は女の人の方が好きなんです。男と人生を共にするなんて所詮無理な話なのよ。全く違う生き物なんだから。ですかね。また来てもいいですか？もう帰っちゃうの？え？ごちそうさまです。ありがとうございました。どうも、疲れた？行ってらっしゃい。パチンコなんかしちゃダメよ。はい、充実してるわね。働いてこそ人生よ。私は愛する人がいてこそ人生です。